1960というものの足長効果もあるかなと。ニューバランスの996というシングルジャケットとカーディガンタイプ、こちらはあのアクティブという。こんにちは。ニューバランスのメット24という商品なんですけど、こちらのテイラードというモデルになります。こちらのシングルジャケットというモデルなんですけど、私も実は着用させていただいておりまして、非常にストレッチも効いてて伸縮性のある素材で、テックスブリッドという糸を使っておりまして、型崩れしないモデルになってます。なおかつですね、洗濯したりしても毛玉にもならない耐摩耗性も非常に優れてまして、旅行とか、出張とか行くときにカバンの中にくるくるっとまとめてそのまま持っていけるようなアイテムになっています。それのシングルジャケットとノーカラーのカーディガンタイプ、こちらのジャケットは2モデル、あとカラーが2カラーで展開しております。ブラックと2タイプのカラーで展開してますね。 NB ロゴもですね、ジャケットでしたら裏側についてまして、ワンポイントでしっかりとロゴもついております。私なんかこれゴルフで着れるぐらいの本当に伸縮性のモデルで、もう着てて本当に快適に過ごせるモデル、メト24というモデルなんですけど、メトロポリタン24アワーズという都市生活の生活者に向けて24時間快適に過ごしていただけるようなコレクションになってます。もうジャケットなんかも弊社の社員なんかもこれ1枚で出張に行ったりしますし、なおかつもう洗濯してそのままハンガーにかけるだけで元通りという形になってますので、非常に使いやすいアイテムになってます。こちらまたですね、コンシールファスナーという本当にシュレットを非常に活かした目立たないようなポケットになってまして、非常にデザインもかっこよく、ボタンなんかもこういったところで非常にディティールにこだわっている商品になってます。なおかつしっかりとストレッチも効くという撥水性も兼ね揃えてますので、ちょっと汚れがついてもちょっと拭けば落ちるような素材ですので、本当に着やすい一着になってます。こちらにパンツもこう合わせることによってセットアップで展開できるようなモデルになってます。でここでですね、パンツが実はストレート、スキニー、スリルテーパード、ワイドテーパード、ワイドという5種類から実は選べるというところで、ニューバランスのシューズの終端の部分から上1センチ上げる、一番足が綺麗に、スニーカーが綺麗に見えるというような実はシルエットになってまして、この5種類のタイプ、いろんなタイプがあるんですけど、で私が今履いているのはスリムテーパードっていうモデルになってます。でパンツもですね、テックスブリッドという糸を使いまして、先ほどと一緒に伸縮性もあって撥水効果もあるアイテムで、なおかつですね、膝抜けしないところが特徴で、これ本当に私も何回も洗濯したりバッグの中に詰め込んでるんですけど、全く伸び、膝抜け してないような形で、本当に買った時そのままの状況ですね。もう肌触りが何よりこう良くて、本当に一回触ってもう着てもらいたいっていうところなんですけど、こういった形になりますね。これ私の着用しているのが XL になりますね。身長が181センチ、体重が85キロぐらい。一応こちら今テイラードというタイプなんですけど、アクティブというラインのモデルがこちらの方に裏側にあります。アクティブライン、先ほどの結構かっちりしたテイラードというシリーズだったんですけど、こちらはアクティブという商品で、こちらナイロン 100% のアイテムになってまして、多少の雨とかでも弾くようなモデル、なおかつ非常に高機能なんですけど、またシルエットも非常にかっこいいモデルになっているので、ぜひこれもご着用いただければすぐ良さが分かると思います。こちらカーゴのタイプになってまして、ちょっとシルエットもちょっと太めのワイド気味になっているタイプですね。あとゴムでしっかりとウエストも絞れるので非常にいいですね、楽ですね。で一応こちらも後ろにコンシールファスナーついてまして、ボコッとしないような本当にシルエットもいいタイプになってます。ジャケットと一緒で伸縮性もありますし、撥水加工しっかりとしてますので、多少の雨でしたらしっかり弾くアイテムになってます。こういった結構大きめの容量も多いポケットになっておりまして、スマホとかも結構何でも入るような大きさのポケットになってます。パンツの裾もですね、こういったゴムで締めれるものになるので、一番裾の部分がキュッと締まるようなタイプになってます。ちょっと今これパンツ履かせていただいたんですけど、もうこういったワイドに履いていただいてもいいですし、こちらのコードでちょっと絞って、今風のスタイルに、下がキュッと絞っているようなスタイルになります。
で、カラーはネイビーとグレーのこちらのタイプですね。セットアップで揃えていただければ非常にかっこよく着こなせると思いますので、かなりおすすめです。以上、まあこういった今履いたパンツに合わせて、こういったジャケットですね、しっかりとした、先ほど説明させていただいた機能性抜群のジャケットなどあるんですけど、この春におすすめのこちらのネイビーのジャケットなんかも非常にちょっと着てみますね。こういった感じで合わせられるようになってます。こちらの、ジャケットに関しまして、こちらの先ほどのカーゴ の合わせと、同じ素材になってます。で、撥水加工もしておりまして、こちらも多少の雨だったら洗っていただいたりして使える、本当に機能性優れた、ジャケットになってます。こちらイタリータイプのモデルですけど、もうサイズによって全然雰囲気も変わりますので、私は今M ですけど、皆さんのご自身の好きなスタイルで合わせていけるアイテムとなってます。先ほどのテーラードと違って、このアクティブタイプはまた違ったメット24になっておりますので、ぜひお選びいただいてご着用いただければと思います。今これ着用しているアクティブ、こちらのタイプに非常に合うスニーカーをご紹介させていただきます。こちらですね、こちら9060というモデルなんですけど、ニューバランス の900番台と2000年代のランニングシューズの860の掛け合わせた商品となっています。実際にですね、こちらの商品かかとが CR デバイスという素材入っているんですけど、これによってかかとを安定させたり、なおかつミッドソール、この部分にはランニングシューズにも使われるアブゾーブというようなクッション素材が入っています。これによってすごい快適に足運びができるようなモデルになっていますね。で、あとはアウトソールですね、こちらダイヤモンドの形になっているような特徴があったり、非常に今人気の商品です。で、カラーは一応今新色が白と黒2色出ています。こちら の N マークなんですけど、内側と外側、内側は刺繍になってまして、素材が違うアシンメトリーになっております。もう本当に今人気がある9060商品になっています。今29センチ履いているんですけど、もう非常にフィット感もあるシューズになってます。本当に足がしっかりこう上がるときにぴったりくっついているので、重く感じないというか、本当にめちゃくちゃいいですね。クッショニングもありますし、疲れづらいシューズになってます。非常にこうボリューム感あって、高さもありますので足長効果もあるかなと。実はですね、もう一足ちょっとおすすめのシューズがありまして、ぜひちょっとこちらの方に、こちらもうご存知の方も多いと思いますが、ニューバランスの996というモデルです。1988年に生まれて、今年で35周年のモデルです。本当にロングセラーで愛されてきたモデルで、もう本当に履き心地もいいですし、ここに C キャップという素材、それと2層構造になったミッドソールになってます。なおかつこちらの中にインソールが入っているんですが、こちらの PU インソールという素材を組み合わせていただくと、なおかつクッショニングも快適性、本当にフィット感が非常に高いシューズになってます。もう本当にここまで愛されたロングセラーというところで、ぜひですね、履いてみたら分かるというようなシューズになってますので、ぜひ店頭にお越しいただいて996一度ご着用いただければと思います。こちら CM996 というタイプなんですけど、もともと1988年に生まれた M996 のモデルの一応オリジナルのモデルをしっかり再現したモデルになっております。996、こちら本当に35周年になってますので、本当に履いていただいてニューバランスの良さ再認識していただければと思っております。ジャケットパンツだったり、本当にデニムだったり、いろんな素材とかにも合わしやすいですし、今年で35周年ということで、今一度皆さんに履いてもらいたいシューズになってます。ありがとうございました。